立浪監督6位、これ結構すごいよな。中日球団史上初らしい。監督一人のせいみたいになってるの、ほんまアホで好き。順位下げてないもんな。根尾の育成失敗もつけろ。二軍監督の慣れていなくて一旦クビにした落合呼び戻したのくさ。立浪は他人の助言をガン無視してたんかな。あんな絞りかすみたいなチームじゃ仕方ないよね。昔の落合解任のタイミングといいかつきがないんやろ。あの日ハムも復活したし、首脳陣が有能なら現有戦力しょっぱくても復活あるで。666で大当たり確定したから金丸引けたんやぞ。どうやろな、よかったら井上の悪かったら立浪せいになりそう。立浪監督って現在の NPB で一番人気があった人間だよな。選手のスター不在やし。でも早くも井上は立浪よりも人望ありそうな感じ出てるわ。中日ってなぜかセリーグにいるネタ集団なんか。中日の問題と思ってフロントのはずなんだけど、立浪が全部悪いで逃げたのほんま汚いと思うわ。松井一夫といい、立浪といい、藤本といい、再建に生え抜き大スターを身代わりにするの流行ってんの。星野千一の亡霊にすがってる奴らに大恥かかせたことだけは評価してる。中日史上初めてってことに驚いた。そういや大体なってもボイだったな。ご視聴ありがとうございました。